はい、こんにちは。フォータイプ10ピッキャルタム脱皮のための村長です。はい、ということでですね、本日は、よく質問が来るんですが、これも動画にできなかったやつですね。村長さんって歌の練習ってどんな風にやってるんですかっていう質問を多々いただけます。アーティストを目指しておるのかな？今 CD 売れないからね。違法ダウンロード、反対。はい、ということでですね、今回は歌の練習風景を動画にしていきたいと思っております。では行きましょう。はい、ということでですね、安定して私の部屋は4畳半で暗いので、これをご利用書をお願いいたしますね。はい、ということで歌の練習はですね、レックしております。はい、まあ、ちょっと機材の話するとめちゃめちゃ長くなるっていうか、村長がね、スイッチ入っちゃうので、まあ、ざっくりとだけお話しします。はい、ということでですね、私が使ってるソフトっていうのは、まあ、Mac の人は大体これですね、Logic Pro っていうのを使ってます。で、おそらく Windows だと Cubase 使ってる人が多いんではないかなと思います。じゃあ歌を練習する曲は今日これでいきましょう。はい、米津玄師さんのルーザーですね。こちらで練習をしていきたいと思います。ちなみにオケは全部ゼロからアレンジし直しておるものでございます。はい、ということでですね、今から歌っていくんですが、ちなみに私がレコーディング最中に耳で聞いているのはこれでございます。はい、こういう感じでずっとリズムを刻んでるクリックっていうのがずっと流れております。これは何でかっていうと、例えば、まあ、ゆっくりした曲に多いんですが、リズムを刻んでくれるドラム音が入ってなかったりとか、でその間もしっかりとテンポを取れるように常にずっとクリックっていうのが流れてます。はい、であとはですね、私がバンドマン上がりっていうのはあるんですが、まあ、ライブが主になってきます。まあ、ライブって言えば、まあ、レコーディングとかと違って、まるまる一曲すべてその場で生で歌うわけなんですが、まあ、それをしっかりと歌うっていうことの集中力を切らさずに、なおかつ動いて、まあ、言ってしまえばお客さんを煽ったりとか、パフォーマンスっていうのをしなくてはいけなくなります。なので、私は一曲まるまる、最低でも2コーラス2番までしっかり歌い切るっていうのを常に練習してます。で、レコーディングっていうのは物撮りって言って、A メロは A メロだけで撮ります。で、B メロは B メロだけで撮ったりとか、まあそういうのをするんですが、まあライブってやっぱりそれができないので、ライブでもしっかり通用できるように、一曲基本的に集中力を切らさずに歌い切るっていう練習を、まあ未だにしてます。まああとは単純に一曲丸々しっかり歌えるようになったらレコーディングがさっくり終わるっていうのと、まあカラオケなんて丸々一曲歌うわけじゃないですか。で、そのカラオケでも上手くなるっていう感じなので、まあ私は練習方法としては一曲丸々しっかり音をとって自分が苦手な部分を聞いたりとか、まあその表現力で足りないなって感じたところを、まあ聞き取ったりっていうのが一番いいかなっていうふうに思います。はい、ではですね、今から歌っていきたいと思うんですが、尺の問題でちょっと私は2番までしかいかないですが、2番まで歌い切りたいと思います。で、私の声はこのカメラの音で撮ってる音、そしてオケは別で入れるので、まあ、しっかり本当に2番まで歌い切ってるのかっていうのを聞いてみてください。いつも通りの通り一人、こんな日々も早くゴリゴリ、もうどこにも行けやしないのに、夢見てお休み。いつも僕らはこんな風に、バンクラの夜に飽き飽き、また踊り踊りやさしさに出会うためにさよなら。歩き回ってやっと着いた、ここはどうな楽園か、今となっちゃもうわからない。四半世紀の結果で生きた青い顔のスーパースターがお腹すかして余って余る
ずっと滑ってる止まらっていいだろう、もう一回もう一回行こうぜ、ポークルの声アマルズずっと前から聞こえてて、いつかポケットに隠して声が、あだのこだの知ったもんか、最先の空はあってんこ、ほら窓から覗いた摩天楼、カリアツラチリだよ、いやもう肩も昔の人よ、中指立ててもしょうがないの、今勝ち上がるためのお勉強、ふがるかない表情、踊るアホに見るアホバレる、それは宝、笑うアホでかい獅子、抱え込んではもんまもうすり減って残るスパイブだ、膝抱えてもなんもね、ほら長い前髪で前髪見えね、笑っちまうね、パッと湧きたってパッと消えちゃえる、こんなにね愛するたいならそう言おうぜ、持ってるだけじゃ伝わらないね、永遠の宿地はそっぽ向いて、天国は遠く向こうの方へ、ああ分かってるって深く転がる、俺は負け犬、ただどこでもいいから遠くへ行きたいんだ、それだけなんだ、耳を澄ませ遠くで今響き出した音のかすな呼吸を整えて、いつかはあれ会えるはずの黄金色をした青ライト、きっと掴んで話した、アマルズ何もないならどうなったっていいだろう、ガガしてブラブラしてちゃいまにはいさよなら、アマルズきっといつかって願うまま進め、ロスタイムのそのまた遠くへ行け、はい、ということで歌い終わりました。なんで私が早い曲で練習するのかと言いますと、まあ早い曲が歌えればゆっくりした曲も歌えるので、まあ一石二鳥っていうので、まあ、やっていたのもあります。はい、であとはですね、声の出し方ってまあ鼻にかけたりとかまあいろいろあるんですが、まあ大まかに分けるとだいたい3つなんですね。地声、ミックスボイス、裏声、この3種類に値するんですが、で地声っていうのがはー、これが地声です。で裏声っていうのはまあ皆さん分かる通り、もう息の量が圧倒的に多い、まあ、声のことです。でミックスボイスっていうのはその地声と裏声が一緒に混ざってる声のことなんですが、これははーっていう地声が芯になって周りを空気が覆っているような声なんですね。まあ大体この3つを使い分けして歌を歌うんですが、ゆっくりした曲って例えば A メロはミックスボイスで、で B メロサビに来たら地声で、まあいろいろみんなやるわけでございます。ただ早い曲っていうのは1行の分でそれを変えるんですね。で例えばルーザーだったら、歩き回ってやっと着いた、ここはどうだ楽園か、今となっちゃもうわからない、四半世紀の結果できた青い顔のスーパースターがお腹すかして余って、っていう感じでもう1行の分に対して地声とミックスボイスがこう交互に出てくるわけでございます。で早い曲ってそうしないと抑揚が出ないというか疾走感が出なかったりとかノリが出なかったりするんですね。なので基本的に早い曲っていうのは1行の分に対してそういう忙しいことをやります。まあそれをちゃんと練習したいからっていうのもあります。あと早い曲っていうのはゆっくりした曲だと、歩き回ってやっと着いた、ここはどうだ楽園か、今となっちゃもうわからない、でずーっと息を出し続けて歌っても違和感がないんですけど、早い曲ってノリが大事になるので、歩き回ってやっと着いた、ここはどうだ楽園か、今となっちゃもうわからない、四半世紀の結果できた青い顔のスーパースターがお腹すかして余って、で一個一個はポン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 って打ってかないとまあいけないっていう、まあいろいろあるんですね。いろいろあるでまとめたけど、そうなんかそういう部分で一気に練習できるからっていうのもあります。はい、であとはですね、バンドマンの特有の歌い方なんですが、ライブが主なのでライブで抑揚や緊迫感を出すためにわざとブレス音っていうのを入れます。はっとかとかっていう音をわざと入れるんですね。アマルズどうせだったら遠吠えだった
っていいだろうっていう感じで、はっっていう音をわざと入れるんです。で、それは結構、ライブとかだと緊迫感やその臨場感が出やすいのでやるんですが、それの練習にもなりますし、まあ、ただ、その分だけ早い曲っていうのは難しいです。わざとしゃがらしたりとか、まあ、そういうのもありますね。うんうん。あとは、あれですね、こういう感情を自分が口に出すときに、どういう声を出すのかっていうのをめちゃめちゃ覚えるようにしてます。まあ、気だるい感じの、まあ、セリフが、まあ、ルーズだって多いんですが、その、なんか、呆れてる感じであったり、そういう声のトーンの時に、まあ、自分はどういう声を出すのかっていうのを覚えとくと、その歌詞が出てきた時に、そのニュアンスを出しやすかったりとか、もう本当に、一番いいのは作曲するのが一番早いです。まあ、村長もですね、別に、そのボイトレの先生なわけでもないし、バンドマンとしてやってきたことぐらいしかお伝えできないですし、まあ、もともと歌が下手っていうのがバカにされたのが理由で歌を始めたっていうのもあるので、まあ、村長も別に上手くないんですよ。まあ、だから常に練習し続けられるっていうのもあるんですが、まあ、作曲したらだいぶ歌上手くなると思いますよ。本当に。表現力がめちゃめちゃ上がる。まあ、だって自分で曲を書くっていうことは、作詞もするじゃないですか。で、自分が思ったことを書いた曲って感情が込めやすいんです。つまりこういう感情の歌詞を歌うときは、ああ自分ってこういう声を出すんだ、あこういう声を出すにはこういう感じの喉の開き方をすればいいんだとかっていうのが結局わかるようになるんですよね。作曲とか作詞をすると、だってもう自分が思ったことを書いてるので、それが一番早い気がする。村長は、うん、なんか表現力っていうのはやっぱり曲作り始めてから変わった気がしますね、私は。はい、まあ私はですね、まあとりあえずこんな感じで歌は練習しております。はい、まあ、なんか結構質問来てて、まあ、ずっと動画にできなかったやつですが、まあ、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ということでですね、最後今撮ってたやつを聞いてお別れしたいと思います。ではさよなら、さよなら、さよなら。昭和の人しかわかんないね、これ。いつも通りの通り一人、こんな日々も早く終わり、もうどこにも行きやしたいのに、夢見ておやすみ。いつも僕のこんな風にボンクラネオンに飽き飽き、また踊り踊り出す明日に出会うためにさよなら。あの日もあってやっとついて、ここはどうなら楽園か、今となっちゃもうわからない。僕の声、あまりずっと前から聞こえ